覚えよそれ過去形、覚えたこれ過去形、原則チェック E か E、 動詞の後 ED か D、 例外頭にすり込む用意、 Let's go 不規則動詞。過去形の原則は動詞の後に ED か D をつけること。この曲では例外の不規則動詞をチェックしていくよ。 Let's go 行こうあそこの公園、行ったら楽しい Go away、 走りながら上げる歓声、ダッシュで向かおう Run Red、 来るよ友達 Afraid、 たくさん来た関係、会えたらいいっすね、初めての子もいた Meet Met、 You won't 挨拶 Hey Hey、 友達に言うさ Say Say、 見えるあそこのシーソー、乗って遊ぼうシーソー、手に入れたんですが席小さいな、 Get Got、座ろうか座ってみた、座り心地いいさ、シーサー、覚えよそれ過去形、覚えたこれ過去形、原則チェック E か E、 動詞の後 ED か D、 例外頭にすり込む用意、 Let's go 不規則動詞。はい、ということで聞いていただいたのは不規則動詞ラップでした。これはですね、中学1年生の英語で、まあ、よく出る不規則動詞がですね、まあ、いくつもあるんですけども、主な不規則動詞を30個以上覚えられる、この1曲だけでね、という曲になっております。簡単ですけども、歌詞のねちょっと構成だけ最後に補足させていただきたいと思います。これを覚えるとねすごい覚えやすくなるんで、ぜひチェックしてください。こんな感じです。一番最初を出すと、行こうあそこの公園、行ったら楽しい Go went っていう風になってますね。この最初の2行は行くっていう英語の Go ですね、行く Go の過去形が went ということが分かるようなフレーズになってるんですけども、まあ、これどういう構成の歌詞になってるかっていうと、まず日本語訳が一番最初に来るようになってます。行こうから始まるんですね。そうすると行こうっていう歌詞が見たら、あ、どういう英単語が来るのかなってまずそこで予想してください。行こうあそこの公園って言ったら、まあこのね後で言うんですけど、この公園と韻踏んだ原則と過去形のセットになってるっていう、まあちょっと歌いながら分かるでしょう。行こうあそこの公園、行ったら楽しい、ああみたいなね、こうえんと言い踏んだ Go went っていう風になっていると、全てねこの2行セットでまあ不規則動詞が覚えられるようになってるんで、ぜひここに注目して、なんだろうな、覚えてみてください。もう一回言いますと、最初に日本語訳が出ます。行こうから始まるんで、じゃあ行くっていう意味の、動詞を答える、とこなんだなっていうのをまず分かって、でさらには、その原型と、その過去形不規則パターンが、セットになった単語で韻が踏まれてます、その前の行で。はい、なんで行こうあそこの公園、公園と韻踏んだ答えになってるんで、そこを答えると、行こうあそこの公園、行ったら楽しい Go went っていう形でね、全部こういう風になってまして、さらにはこの Go went の部分がですね、全部赤字で隠せる赤シートもついてますし、さらには答えも抜いてる Go went を僕が歌ってないパターンのね音源もこの書籍にはついてますんで、ぜひそうやって30個以上軽く覚えちゃってください。結構ね余裕だと思います。ということで引き続き他の曲もチェックしてください。社会に貢献するラップを高級用でした。バイ。ラップで暗記中学歴史と中1語化、学研より2冊同時発売、 Amazon や全国の書店でチェック。